大和町国道445号の金内橋は、今年7月、県内で発生した線状降水帯による大雨で、長さ37メートルの橋が崩落。現在も通行止めが続き、迂回路での通行を余儀なくされています。8月から始まった県の応急復旧工事は、橋のおよそ18メートル下流に、仮の橋を含む全長およそ190メートルの仮設道路を設置するものです。大型クレーンで吊り上げて、重さ40トンの橋の桁を設置する作業が行われています。仮の橋には片側1車線の車道と歩道が設置され、来月下旬に開通する予定です。